久保さん、今回、あの、記者会見で1000万再生にしましょうか。記者会見で1000万再生。まあ僕、あの、芸能人とか、あんま興味なくて、記者会見とかも全く興味ないんですけど、あの、さっきですね、ロンドンブーツ、アツさんとテコシさんのがなんか出てきて、まあ、あの、テコシさんはあんま興味ないんですよ。うん。でも、ロンドンブーツの番組は昔ね、 から見てた結構世代感があるので、あ、論文と、え、手越しが対談してるのやこれみたいなね <laughs>。で、その対談の中でね、あのき、あの記者会見良かったねみたいな話をしてて、僕は見てないわけですよ。で、その話を聞けば聞くほど、見たくなってこれから見ようと思うんですけど、なんと <laughs>、記者会見の動画がアップロードされてるやつが1100万回ぐらい回ってるんですよね。で、その、 この直近のコメントにあの記者会見で1000万再生とはって書いてあってすごくないですか記者会見で1000万回ってぶち抜いてますよねこれなかなかまあ僕も1再生になっちゃうんですけどいやこれはすごいですねなんかどうも本当に新しい時代だなと思いますね記者会見で1000万回ってやばないですか いういうことみたいなうーんまあ普通その YouTube の中ではねそその一そのい大体1000万回ぐらい回すやつって大体は PV が多いわけですよ世界的な規模で見た場合1000万回以上回してるやつとか1億とかそのレベルは本当 PV 系が多いんですよね音楽のミュージックビデオが多いんですけど 多分ね、記者会見で1000万回って、まあまあ YouTube の歴史上、まあまあなかなか、日本日本で、小さい日本で言うならば、日本の YouTube の市場の中では、記者会見で1000万回はまあまあ多分ってか初めてなんじゃないですか、これ。すげえっすね。だからまあ本当にね、まあ何が伝えたいかっていうと、時代は変わったなっていうところですね。うーん。だから見てるメディアが変わってきたなっていうのはすごく感じますよね。 もしそのテレビしか興味ない、テレビしか見なかったら、この記者会見ってテレビでも報道されてると思うんですね、間違いなく。まあこれだってもうめちゃめちゃ報道陣いるんで、絶対テレビでも放映されてましたよね、ワイドショーとか。えだって放送されてるわけじゃないですか。いや、なんで YouTube 来るのって話で。だから、まあ、本当にメディア変わったなっていうのはすごく感じますね。だからまあなんだろうなあー、これだけその時代が変わっている、 うーん、のに、考え方変え、変わらないっていうのは、まあ、変えちゃいけないところと変えないといけないところが両方あると思うんですけど、まあ、明らかに、うーん、変わったよね、と。<laughs> うん、だから、例えば考え方を変えないっていうと、例えばね、わかりやすく言うなるれば、いや、スマホは危ないみたいなね。スマホは危ないみたいな。<laughs> いや、ポケベルでしょみたいなね。 別にいいけど、行きづらくないみたいな。多分ね、行きづらいんですよね。今、ポケベル使ってたら行きづらくないですかだって、公衆電話がそもそもないんで、ポケベルで連絡が来たとしても、公衆電話探さに超苦労じゃないですか行きづらいですよね。それが、スマホの電池波がどうのこうのって言ってたら、まあ、別にまあどうでもいいんですけど、別にね、それがあ,ある、電池波があるかないか、どうでもいいんですけど、行きづらくないですか <laughs> 便利なものがあるのにそれを使わない それに対応できない。考え方を変えられない。だから昔僕ね、あのー、銭湯かどっかで行った時に、もう喫煙所に入った時ね、60歳か70歳、60歳ぐらいですかね、50歳か60歳かぐらいのその中高年の4人グループがいたんですよ。で、その4人グループがいて、で、3人がね、スマホでゲームしてたんですよ。ね。で、1人はガラケーなんですよ。 でそのおっちゃんが言ってたのが、面白いのかそれみたいな。ガラケーでええやんかみたいな <laughs> 俺ずっとガラケーやでみたいな。だそのおっちゃんはずっとガラケーのままだから、多分スマホの楽しさとかね、スマホの便利さっていうのを知らないまま死んでいくんだなっていう。<laughs> うーん。 まあそのね、スマホアプリのゲームがそのおっちゃんに必要かどうかわからないけども、体験してみないとわからないことがあるわけじゃないですか。で、体験できるわけですよ。うん、今っていうな、ね、いろんなものがあるわけですから。YouTube に関しても見ることもできれば、発信することもできると。ね、スマホがあれば。<laughs> で、その、ライブ配信とかも、ね、僕本当にこの前その、 金麦研究所メンバーシップでライブやってて、まあチャットでもあったんですけど、そのメンバーに参加している方で、その女性の方で52歳の方いて、で、その方がチャットいただいて、いや、今本当にすごい時代ですねと、こうやって、なんかその、さんこうやってつながって、もうライブでこんなやり合いできるのが、めちゃくちゃ面白いですね、みたいな。<laughs> すごい時代に生まれてよかったです、ね、みたいな話をちょっとしてたんですけど、いや、本当その通りで。 これがねほんとね戦後間もない時とかで何も焼け野原でなかった時は何もなくてや何もできなかったわけじゃないですかやりたくてもやりたくても何もできないしやることも決まってたしまあこの事実をどう捉えてどう向き合ってどう考え方を変えるのか変えないのかっていうのはあなた次第ですね言ってらっしゃい